こんにちは、京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。漢方の診療法というお話をシリーズでずっとこの間から話していまして、で今回は最終になります。処方というところです。具体的なお話です。実際に漢方薬も少し紹介しながらお話ししたいと思います。漢方薬というのは2から10種類の生薬で構成されています。2っていうのは、例えば皆さん聞いたことあるな、コムラガエルの芍薬甘草湯、芍薬と甘草の2種類が入った漢方です。あと武田の便秘薬、大王甘草湯、大王と甘草が2つ入った漢方、2種類の生薬から10種類、もっと多いのもあるんですけれども、それで構成されています。そしてその漢方薬っていうのは煎じ薬、お茶っ葉を沸かしたみたいな感じで、こうお湯のようにしてね、液体で飲む煎じ薬、そして丸薬、漢字は丸い薬って書いて丸薬です。そして散薬、散っていうのは散るっていう字で散剤、粉薬っていうことです。そして抗薬、抗薬の抗は軟膏の抗になります。そしてあとエキス剤、エキスっていうのは煮出したその煮出した成分だけをちょっと加工してあるエキス剤になります。イメージとしては顆粒だしとか、だしでも顆粒、エキス顆粒みたいな、そういうね、エキス剤になります。効能効果としては、長期間の服用で全身の調子を整える常温、私はよく常薬っていうふうにも習いましたけれども、ここの私の読んでいる資料には常温、あと短期間の服用で病気の進行を止める中温、病気を治す作用は強いが副作用を伴うこともある下温に分けられますってなってます。漢方って言ってもみんなが漢方安心安全って思っている方ね、イメージとしては合ってると思いますが多いんですけれども、漢方でもランク付けがあります。上中下というふうにランク分けしています。上っていうのは効果がいい、そして長期間服用しても、副作用の心配がまずない。そして中っていうのはある程度その短期間の服用で病気の進行を助けてくれる。そしてその上中下の下っていうのは効果はいいんだけれども、あまりこう長期間飲むと副作用が出やすかったり、あとその前回からお話ししているように症が合わない、その人の体質に合わないと逆に副作用に注意してねっていうようなランク付けになっています。それでは、実際に煎じ薬ってどんなんだろう。煎じ薬は、松宮局では扱っていませんが、扱っている例えば病院とか薬局だったらよく煎じって言って、本当に出汁のレトルトパックになった液体のものとか、そういうのも、あとそのお茶っ葉みたいな、こんなね紙パックみたいなのに入って、お家で自分で煎じるためのをもらう場合とかもあると思うんですけれども、なかなか煎じって実際難しいと思います。その人の煎じの時間とか、お湯加減火加減とかによって煮出す成分が変わるので、ここはですけれども、松宮局ではもうその煎じのところはプロに任せてしまいましょう。そして丸薬、例えば小菊地黄丸、これ箱からは出していませんけれども、瓶開けると真っ黒いツルツルっとした錠剤です。小菊地黄丸、これはね、霞目とか目の方にすごく効果がいいので、疲れ目霞目、私飲んでます。そしてあと散薬、これは生薬を細かく粉末状にして混合した薬。生薬っていうのは一つ一つの生薬ですよね。例えばここに漢方薬がありますけれども、この漢方の中にも生薬がいくつか入っています。葛根、麻黄、大層、桂皮、芍薬、甘草、生姜で、これらを細かく粉末状にして混合したお薬、葛根湯の散薬っていうのは、多分ないと思います。この葛根湯はエキス剤になります。エキス剤っていうのは、さっき話していた煎じ薬の成分を濃縮して顆粒にしたもの、イメージとしてはだし顆粒みたいに思ってもらっていいんですけど、それとか錠剤にしたものをエキス剤って言います。散薬っていうのは松宮局でどうだろう、単味で例えば千菜松っていうのを売っていますけど、千菜の葉っぱを粉にしたもの、便秘の方が飲みますが、それは
いわゆる三薬ということになります。まあ、一種類なので漢方薬という意味ではなくなってしまいますけど、単味の生薬としてはそういうものがあります。葛根湯もね、私ね実は1日1回、は飲んでます。これね。そして次に抗薬、抗薬の抗は軟膏の抗です。松宮局でいうとこの純喜っていう名前ついていますが、漢方好きな方だったら真っ赤な軟膏ってなんだっていうと紫雲膏っていう軟膏があります。紫の雲、空の雲ですの軟膏の紫雲膏です。これは皮膚病によく使います。日々赤切れ、霜焼け、魚の目、汗もただれ、あと、外傷、あとやけど、自覚による疼痛、自覚ってお尻の痔のことです。あと肛門亀裂、肛門がその切れ痔のことです。そして湿疹、皮膚炎っていう効能があるんですけど、これは漢方の、塗り薬になります。抗薬って言われています。入ってるものは四根と陶器という生薬が使われています。今日はその漢方の処方についてお話ししました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。